はい、半負けの本家の半舞岩先生です。さっきね、ちょっと1時間ぐらいかな、2時間ぐらいね、トランプ大統領とテレパシーで話してましたけどね。まあ、彼はね、人間で、人間なんで、それで頑張ってる人間ですよね。で、大統領として頑張ってる、すごいも長いということでね、ですけども、私がね、本物の貴族の、私と話してることとかいうのはね、やばくなることがあるんで、人間なんで、私の場合は力強いんでね、上の能力者なんで、上の生物と言ってますからね、大丈夫なんですけども、まあ危ないんで知らなんて言ってくるかもしれませんけども、私はね、君が要は岩尾となりての岩尾なんですね。昔は岩尾王子だったんですね。今王になっちゃった、父が亡くなって王になっちゃいましたけれども、半負けの本家の王なんですね。で、父もじいさんも同じ岩尾という名前をつけまして、それで日本国家が、君が要は岩尾となりてっていうね、歌を歌ってたわけです。ただ味方というわけじゃなくて、私は日本よりか古いんでね、歴史があって、で日本に住んでますけども、日本よりか古いんで、で貴族はもう全体なんで、世界なんですね。自分の国は世界なんですよ。だから日本だけ味方にすることはできないんですね。で、そういうことで、2時間ほどトランプ大統領とテレパシーで話してましたけどね。以前ね、僕はニューヨークのね、知事やったことあるんですよ。テレパシーで1年間、ちゃんと勤務できる手助けということでね、なかなか難しかったんで、やったことあるんですよ。アメリカの首都のね、知事をね、1年間やってたことがあります。テレパシーでね、知らない人がいるかもしれないんでね。で、日本のマクドナルドはね、私が渋谷で生まれてね、で日本の食事情を良くするためにいいということでね、外国からのね、指導で非常にいい栄養なんで、私が許可して入れたんですよ、日本マクドナルドね。私が許可して、本物の貴族、君が弱で打たれてる私の名前ね、誰も味方はいないですけどね、私がやった、許可して、で銀座にできたらしいですね、第1号ね。どこできてるか分かんなかったですけど、私はその時世田谷、所ジョージ、芸能人の所ジョージのと同じところに住んでましたから、前は私が住んでたところなんですよ、芸能人の所ジョージの、ね、今住んでる、ね、で そんなことで2時間ね、ということで、どうもありがとうございました。ちょっとね、また焼きそば、インスタント焼きそば、すいませんね、食事でした。